で、そこからまあガチャ引いた方がいいの？悪いの？っていうお話していきます。はい。まあ今回のピックアップなんですが、プロテアとメルトリリス、鈴鹿御前、パッションリップが、ピックアップされてますよっていう形です。はい。で、まあ見ていくんですが、まあ日替わりピックでメルトリリス、キングプロテアが、交互に来て、合同があって、交互に来て合同があってっていうので終わっていくという形です。期間としては大体2週間あるっていう形かな。うん。で、まず一つ目、前日ピックアップが、鈴鹿御前とパッションリップあります。なので、鈴鹿御前とパッションリップ欲しいなと思う方、特にパッションリップが欲しいと思う方は引きに行った方がいいです。はい。なぜかっていうと、まあ、パッションリップは星4限定の中でも結構復刻されてる子ではあるんですが、星4限定、本当に復刻されない子は復刻されないです。例えばで言うと、フジノンとか、まあ、あとは限定水着キャラクターとか、あそこら辺に関してはほぼほぼ復刻がないです。そのことを考えたときに、まあ、今パッションリップ欲しいなーとか、思ってる方に関しては、今のうちに、まあ、引いといて損はないかなーと思います。はい。で、メルトリリスとキングプロテアのお話ししていくんですが、まあ、単純っちゃ単純だね。アルターエゴが欲しいという方、まあ狙いに行くのありです。で、そこから全体か単体、どっちが欲しいのかによって変わります。まあ仮に、アルターエゴの全体欲しいなぁって思ったら、もうプロテア引きに行くっていうシンプルな手段があります。はい。で、これで終わりです。で、単体方が欲しいなぁと思ったら、メルトリリス引きに行くっていう感じで OK です。はい。で、そういうの関係なしで、性能的な意味で、どっちか持っておきたいなって思った際、どっち引いた方がいいかというと、個人的にはメルトリリスの方がいいかなと思います。なぜかっていうと、単純に、まあ、今回の強化もいろいろ、あ、間違えた、あったんですが、やっぱりメルトリリスに関しては、単純に使い勝手が良い。まあ、第3スキルで自身を除く味方全体の防御力ダウンっていうのがあったりするんですが、まあ、それは置いといて、やっぱ自身に回避状態2回の3ターン付与のスター獲得、で、今回の強化で攻撃力アップとクリティカル威力アップ、まあ、デメリットの防御力ダウンは回避でどうにかすればなんとかなる。で、第3スキルは、まあ、敵全体の防御力ダウンに、味方の防御力ダウン、自身の防御力アップ2ターンってなった時に、まあ、メルトの方が、まあ、使い勝手としてはいいかなって感じはするね。あとは、防具的に、プロテアよりも、火力が比較的に出しやすいっていうのもあったりするかな。まあ、単体防具っていうのがあったりするんで、まあ、自身に、超強力な攻撃をしてから強化解除の自身の急性能アップという、まあ、順番が逆だったらめちゃくちゃ強かったねとは言われたりはするんですが、まあ、こっちの方が比較的に、なんだろう、火力っていう意味では出しやすいかなとか思ったりしております。で、まあ、アルターエゴに関しては、ライダー、アサシン、キャスターに有利が取れるということで、まあ、キャスターが、違う、アサシン、キャスターで単体防具でぶん殴ろうってなった時に、まあ、アサシン、キャスター火力が出ません。はい。その時に、アルターエゴの単体、使ってあげるっていうのはありだったりするかな。で、まあ、周回とかになった場合、まあ、もちろん、プロテアの方が使えるじゃんって思うかもしれないんですが、単純に、バサカでどうにかなる、単体に関しては。ってなった時に、まあ、まあ、そんなこと言い出したらあれか、単体もバサカのみでなんとかなるよって言えばなるとかなるんですが、まあ、単体防具の方を先に見といた方がいいかな、とか思ったりしてます。で、プロテアに関しては、まあ、なぜおすすめしないのか、まあメルトと比べておすすめしないのかっていう理由が、単純にこの子ね、使い勝手がすごい難しい。その、無限増殖状態付与で最大 HP アップしていくんじゃん、へえ、これ確かに強いなってなるんですが、その第2スキルで、増殖を減らして NP チャージとか、そういうのがいろいろあったりします。で、デメリット解除ってなった時に、体力が3万ある状態で、いきなり1万4000に戻ったりします。で、その時に、なんか、クリティカルドーンって食らって、あ、死んだっていう事故が一定数あったりする時もある。ってなった時に、頭考えて使おうってなったら、メルトリリスよりキングプロテアの方が結構使うんだよね。で、かつ、まあ、全体防具のアルターエゴで、の防具位置ってなった際に、火力が出やすいかって言われると、単体防具に比べてちょっと見劣りするな
ていうのがあったりする。まあもちろん、プロテアに関してはバスター性のアップ2段階ついてくれるということで、まあ結構強く、弱くはないというのはあったりするんですが、まあ個人的にはメルトリリスの方がちょっと使い勝手としてはいいんじゃないかなとか思ったりしております。はい。でまあ星4の鈴鹿御前とパッションリップに関しては正直なところ説明する必要がないので、まあ飛ばさせてもらいます。でまあ性能的なお話でいろいろしていったんですが、まあこのあとですね、もしかしたらキアラさんの復刻が来る可能性があります。先に言っとく、キアラさんの復刻がある可能性がある、絶対とは言わないんだけど、そのエクストラ CCC のコラボに関してはキアラさんもついてきました、一緒にいやーみたいな感じで、まああの時ちょっと一時期炎上してたんだけどね、なんでキアラさん来るって言ってくれんかったん、俺キアラの方が好きなのにみたいな、あのもう頭が溶かされて宗教上やばいことになってるね、あのキアラさんファンたちが過激になってしまったということで、まあそういうこともあってキアラさんの復刻がもしかしたら来る可能性があるってなった時に、まあキアラさん NP50% チャージ持ってます、第一スキルで。まあそこら辺でちょっと1週間待ってみるっていうのはありかなとは思います。はい。まああの1週間とりあえず待ったらそのピック2みたいなのがあったりするんで、あのそれを見てから終わるっていうのは、あの追ってみるっていうのはありだったりするかな。であとはまあ単純に5周年がもうそろそろ近づいてきてるっていうのもあったりするんで、まあこの来る可能性がある、まあ、キアラさんとか、まあ今現在来ているパッションリップ、メルト、鈴鹿御前とか、あれよりも5周年の方優先しようとか、水着の方優先しようって思う方に関してはそっちを優先するっていうのでももちろんありです。はい。あのあくまで今来てるガチャのお話を言うとここら辺がちょっと怖いなって言ってるだけなんで、まあなんだろう、未来に生きようって思う方に関してはこのガチャ普通にスルーしてしまっても構いません。はい、ぶっちゃけいいです。まあただ、まあ、この後いつ復刻来るかって言われると俺も分かんないねとしか言えないんで、あくまでなんだろう、こうとは言い切れないんですが、まあそこに関しては自分でいろいろと考えてやってもらえればいいかなと思います。Thank you.